つヨガを始めましたか？ヨガを始めたのは、10年前です。どうしてヨガを始めたんですか？ヨガを始めたきっかけは、私はずっとダンスをしてまして、そのダンスをしてる時にちょっと大きな怪我をしたんですね。そこでヨガに出会いました。翔子先生が教えていらっしゃるのはアヌサラヨガということなんですが、はい、このアヌサラヨガというのは他のヨガとはどう違うのか、特徴を教えていただけますか？そうですね、アヌサラヨガは、1997年にジョン・フレンドによって作られているハタヨガのシステムの一つなんですが、まず私が2006年からヨガを教えたと同時にすごくも印象に残っているのは、今でもそうですけれども、アヌサラっていうのは本当に精神的テーマを大切にして、まず体だけを動かすのではなく、すごく体と心、そして、それが一体となって、何かこう私はいつも何かいつも発見させてくれる特徴がある、そこが目覚めさせてくれるところがアヌサラヨガの特徴だと思ってます。で、まずは私たちの周りにある全てのものが美しさ、そして善があるっていうこと、そしてアライメントにおける普遍的原則、そして3つ目にクラというコミュニティという意味があるんですが、これは私たちの肌の色、そして言語の違い、または環境の違いなども、全くそういうことを関係なしに、私たちの内側にあるもの、美しさ、そしてエネルギーをお互いに認め合って高め合っていく、この3つの柱がヨガの、アヌサラヨガの原則となっています。ありがとうございます。はい。Sunshine, and I want.